開拓田舎暮らしサンタのところ伊藤サンタです。無期限でレンタルしてる、爆砲小松 PC10、今年も、最後に爆音してね、使い納め。本当はねもう一個やりたいけど、ちょっとやれるかどうかわかんないんで、ひとまず、冬の長期保管に向けて、やることをやっていきたいなと思います。今年の春ね、空気が入っちゃったんだよね。なかなかエンジンがふけが上がんなくて、参って大先輩にね助けていただいたんですけど、あれ燃料コックのがね、なんか2つあんだよね。これなんで2つあんだろうね。片っぽしか閉めてなかったんで、これ今年は2つとも閉めれば、来春は本当はこれ定期的にね、月に1回エンジンとかかけてやれればねいいけど、そのつもりでこうやったらなかなかできなかったりするんで、これなんだろうね、新しい習慣、なんかやるぞと思っててもできないことが多いんで、ね、もう1回使うぞと思っててそのままにしといたら、そのままいろんなことが忙しくて手が回らなくてそのままになっちゃいがちなのでね、ひとまずここで区切りをつけてしまいたいと思います。サンタのところ、サンタのところ、サンタのところ、サンタのところ。今年もお世話になりました、ありがとう。まあアームを伸ばしてこう、ちょっと出てる部分もグリススプレーでグリスちょっと塗ったくて、で大事なのは多分あれだよね、これも綺麗にしてしまいたいけど、こう冬場はねこう凍りついちゃうんで、バッテリーね、こう電極もね、なんか油さした方がいいって話でしたね。バッテリーを外してあげて、それから燃料満タンにしてあげるんだよな。それからよいしょ、オイルチェックするか。来春だな、オイル交換は。しこのこれやらしいよな、この燃料フィルターので、こうなぜか、燃料コックが1箇所2箇所と、燃料コックピキッパチッていかないね、こんなもんでいいのかな、1箇所2箇所燃料コック閉めました。燃料コック OK で、燃料コック閉めて、よいしょ、燃料コック閉めて、バッテリープラスドライバーでこれで外してやればいいのか。どっち外すんだ。ちょっとプラスドライバー持ってくれ。そしたら、よし、バッテリーを外して、あとは、食しないように出てる何部分っていうのかな、こういうところにちょっとグリススプレーを塗ってやって、あと出てるところどこあったっけ、こんなもんかな。
よしよし。なんかね、天気のところもクリス塗ってやるといいって聞いたんで。よし。じゃああとはブルーシートで閉まって、今シーズンの使い納めにしたいと思います。余裕があったらもう一回使うかも。よしよし、今年もありがとう。来年もよろしく。バンザーイ。開拓田舎暮らし、伊藤サンタです。サンタのところでは目と手と声をかけて、丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を無農薬、無肥料で育てています。その果実を使って道産の天才糖だけを加え、ジャムを作っています。ホームページで販売してますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思っています。